YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV のタックルでございます。そして加藤モーターの野島です。よろしくお願いします。お願いします。無茶振りしました。びっくりしました。いえ、大丈夫です。すいません、はい、で、今回、はい、特別にそうですね、もう本当に出来たての新型車っていう形で、はい、ご紹介します。はい、今回加藤モーターさんの新型車をご紹介させていただくんですが、はい、こちら名前はまだちょっと決まってないそれぐらいの、そうですね、かなりの新型車になりますね。はい、では早速この新型の車ご紹介いただきたいと思います。はいはい、よろしくお願いします。お願いします。なんとこの車ベースはそうですね、アルファードを使って製作しております。アルファードまで手掛ける、はい、そうですね。弊社はハイエースが多かったんですが、はい、まあ、こういった普通車もちょっと手掛けるようにしてます。そうなんですね。これ例えばアルファードだと、はい、いいよとかっていうところはどういうところにありますかね。もちろんハイエースと比べると乗り心地が数段良くなるのと、まあ、少人数で良ければこういった、ね、乗り心地を重視したこういったモデルもあります。そうなんですね、はい、ハイエースよりもそっか、乗り心地がいいんですね。そうですね、まあ、本当にトヨタの高級2倍になりますので、乗り心地の方は本当に、ね、申し分ない乗り越え口になってるんですね。すげー、面白い。早速じゃあその中もいいですか。すいません、こちらですね。あ、自動で開く。そうですね、自動になってますね。はい、でこちらの方、まあ、電気関係の方は、まあ、ついておりますので、室内灯とか冷蔵庫が使えるようになっております。はい、すごい。このアルファードがこんな感じになってくる、はい、わけですね。はい、はい、はい、後ろからだとこういった風に、簡単な冷蔵庫とか、あとオプションになりますが電子レンジ等もつけられますので、こういったレイアウトに、ちょっとシンプルですがこういったレイアウトになります。あ、で、そうか、オプションで電子レンジもいけるんですね。そうですね、はい、すごー。あとは基本的にはこういったふうに対面で座ることができて、こちらの方乗車定員は3人乗車になります。そうな、あ、乗車定員3名。そうですね、はい、はい、運転席、助手席と、あとこちらの、座席になりますね。そうなんですね、はい、でこちらはそっか、シートベルトがここについてる、はい、ちゃんと、はい、3点シートベルトがついております。なるほど、すごい、ちゃんと加藤モーターさんの車になってる、ね、この木の素材だとか床の素材は弊社のね、加藤モーターのオリジナルのものになっておりますね。そっか、でこのライトとかも加藤モーターさんのライトですもん ね、はい、こちらの方は、サブバッテリーでついたり消えたりする、ライトになっております。やっぱ綺麗ですね、こうやって画面越しに見てもすごい綺麗です。そうですね、こうね、落ち着いたこう色合いのドームライトになっておりますね。あ、これスイッチですか。はい、スイッチですね。こちらの方倒すとオフになって、もう一回こうやると、まあ、小さい電気がこうつくような形になりますので、夜とかね、すごくこう、うっすらとこう明るくすることができるので便利ですね。知らなかった。じゃあこういった機能がついております。はい、まあ、こちら、はい、全て LED になってますので、消費電力の方もすごく抑えられております。そっか、 LED なんだ、はい、ですね。じゃあその室内もお邪魔していきたいと思います。はい、こちらの、まあ、ベッド展開ですね、はい、こちらもシンプルで簡単な作りになっております。はい、そうか、ダイネットの時はそこと、はい、そうですね、こちらと、ね、対面の方で座っていただくような形になります。3名乗車ですの で、はい、です3名ダイネットが使えるようになってますね。使えるようになってますね。はい、あとはこの座席の下も一応収納になっておりまして、この下、あ、本当だ。そうですね、こちらは、スライドドアから開くんだ。はい、ほう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 、出し入れできる、まあ、収納になっておりますし、なるほど。あとはマットをこう上げると、まあ、椅子全体が収納っていう形になっておりますね。確かに、これならも空間も無駄にならないですからね。そうですね、お出かけの際の、まあ、収納として使っていただきたいと思います。へえ、確かにそうなると、はい、こうやっていろいろ家具を乗せても収納スペースとかもあるからいいですね。はい、そうですね。
お二人の旅行とかだったら十分じゃないかなと思いますね。本当ですね。はい。で、ベッド展開の方は、こちら、昇降式のテーブルになっておりますので、こういうふうに下まで倒す、下げます。手のところレバー引っ張ればいいですね。はい、レバーで下がるようになってますね。はい、で、こちらの、背もたれを、はい、こちらに行っちゃいまして。おお、ね、すごい。あとは、こちらを、倒せば、ベッド展開になりますね。そんな感じでベッドになるんだ。でこちらにもマットが入りますので、はい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 、最大大人2人がこう寝泊まりできるような空間になります。確かに結構思ったよりも広いわ、ね、後ろからもちょっと撮ってみていいですか。 あ、すごいすごい、ね、感じですね。で今野島さんがいらっしゃるところも、はいはい、マットが、はい、入るんですね、はい。そうすると全然大人2人いけるわ。そうですね、いけますね。確かに。へえ。ちょっと野島さんそこに寝てもらってもいいです？はい、はい、私もちょっと小柄なんですが十分すぎるほど長さはありますね。本当だ。で、そっか、そっちのシートが、はい、普段椅子としても使えるから、こう角度を調整できるってことなんですね。はい、で、ちょうど私、そうですね、ところだと今枕みたいに高さが合ってるので、はいはい、すごく寝やすい感じにはなってますね。へえ、そっかそっか。で、本読みたい時とかはもうちょっと角度上げればいいってことですもんね。角度をこう起こしていただければ。こういう風にしていただければ楽々とこうねこうできるってことだ。そうですね、起きながら本とかも読めますね。なるほどね。で、夜寝るときはそういうカーテンをこのように閉めるんですね。そうです、はい、カーテンはつきますので閉めていただいて、はい、寝泊まりできます。確かに。あと今本の話が出たんですけど、はい、そこにもライトがついてるんですね。こちらは読書灯になるので、こういう風まさに、はい、本を読んだりもできますね。めちゃめちゃいいなこれも、はい、へえ。そっか。でアルファードでオプションで、はい、こうやってテレビつけてる人はそれでもいいってことなんですね。そうですね、こちらでこう、まあ、テレビをこうやって見ることもできますね。いいですね、車中泊今流行ってますから。そうですね、夫婦お二人とかそういった形の方であれば非常に楽々とこうね移動できるんじゃないかなとは思いますね。はい、確かにね、本当ですね。ですね。で乗り心地もいいし、乗り心地もいいし。そうですね、どうしてもご旅行になると長距離を移動されることが多いと思いますので、はい、乗り心地も非常にね重要な要素なんじゃないかなと思いますね。そうだわ。でもちろんこの家具とかは加藤さん、加藤モーターさんが、はい、オリジナルで、はい、作っている家具になりますね。で逆に、はい、朝起きたらベッドのその元の戻すのは逆の、そうですね、逆のパターンなんですけど、非常にまあ簡単な方だと思います。こちらの背もたれをまた戻していただいて、はい、でテーブルの方は本当に簡単にこう油圧式で上がります。背もたれももうちょっと起こしていただければもうこれで戻っちゃいますね。最高だわ。で、よいしょ、はい、その加藤モーターさんといえば家具、家具ですね、はい、こちらの、まあ、こちらシューズボックスになりますのでこういった形で靴を入れることもできますね。結構深さもしっかりあるんですね。そうですね、大人用の靴がちゃんと入るような寸法で作ってあります。深さもしっかりあります。はい、はい、あとは、こちら側隣のは、冷蔵庫になりますね。すごっ。14リッター式の冷蔵庫になりますね。はい、であとは下のところちょっとしたスペースなんですが収納として使ってますね。もう無駄にしないということですね。ちなみに、はい、
すいません、この上の冷蔵庫、はい、ここのくぼみっていうんですか。くぼみはそうですね、こちらの方、ロックを解除するのに冷蔵庫用にか、はい、くぼみになっておりますね。で使いやすいようになってるんですね。なってますね。はいはい。そっか、あと上の蓋を閉めるときもそうですね、まあ、こう手が挟まらないでこう真ん中を持っていただければそのままこうね出し入れするのにちゃんと手掛けみたいな感じになりますので、こういったくぼみがついてますね。お子さんがいても安心ですね。そうですね、この真ん中さえ持っていただければ安心して使えると思います。そっか、で、まあ、カセットコンロとかがあればここの上を普段そうですね調理台として、はい、使うこともできますね。こりゃいいわ。でさっき言ってた、はい、このオプションの電子レンジもここについてるよ。そうですね、はい、こちらで使うことができますね。へー。あと僕のイメージの中で、はい、加藤モーターさんといえば断熱なんですけど、はいはい、こういう車ってどうなるんですか。もちろんあの断熱のはしっかり入っておりまして、あの床の方はこういうふうに、あの加藤モーターオリジナルの床になっておりますので、はいはい、あの他のキャンピングカーと同じように床の方は断熱を入れてあります、はい、であとはこういう内張り関係なんですが、はい、一回やっぱりバラして断熱を入れてるんですよ、なのであの壁 と、天井ですね、こちらは一回バラして入れられるところはもう詰め込んでありますので、大変そうですね。そのままっていうわけではなくてちゃんと断熱を入れてやってますね。そっか、じゃあこれを一回バラして、はい、断熱ね施工してますね。すげー。そっか、だから今日外の気温ちょっと涼しいですけど、はい、この車の入った時あったかかったんで、そうですね、やっぱりこう断熱が効いてるのでこうあったかかったりで、夏だとやっぱりお客様が言われるのがこう開けた時にちょっとひんやりした感じがするっていうのがおっしゃられますので、あの見えないところですけど非常に効果はあるんじゃないかなとは思いますね。そうですね、縁の下の力持ち断熱。そうですね、断熱。そうですね。そっか、アルファードになると両サイド開くんですね。そうですね、両側スライドドアになりますので出入りも結構楽じゃないかなとは思いますね。確かにエントランスの扉も広いしな。そうですね。でテーブルのこのホルダー、はい、はい、オリジナルの追記同期のこうホルダーがついてますね。すごい。これ見てわかるかな。どうなんですか。どうですね、地場さんって言いますか、はい、燕三条がこういった銅製品の工芸ですね、こういったのが盛んになっておりますので、加藤モーターオリジナルでこのカップホルダーを追記同期っていう工法で作り上げておりますね。美しい、見てるだけで本当にね惚れ惚れするようなこの刻印ですよね。そうですね、わー贅沢になる。さらにそうですね、ということでもう名前もついてない新型車、はい、加藤モーターさんの新型車をね見せていただきました、はい、で今、はい、ご自身ですでにアルファードを乗られている方が持ち込みでもできる。それも大丈夫ですね、可能です、はい、まあ、加藤モーターさんでお願いもできる。あ、そうです、もちろん弊社でお願いできます。あー面白かったわ、こういうなんかいろいろな、はい、なんていうんでしょう、選択肢があるっていうのが、ね、そうですね、いいですよね、乗る側としてもいいね、はい、選択肢だと思います。はい、はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。画面右下よりチャンネル登録よろしくお願いいたします。画面左下より関連動画も出ておりますのでそちらもよろしくお願いいたします。野島さん最近人気者だそうです。いやいやいや、そんなことないですよ。ぜひ野島さんも、はい、キャンピングカーのショーとかで見かけたら皆さん声かけていただければと思います、はい、よろしくお願いします、はい、それではまたさようなら。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。